はいどうも皆さんお勤めご苦労様です。ということで今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね。 セクシー田中さん漫画家、足原ひな子さん、周囲にドラマ化を今からでもやめたい、遺書に失踪理由ということでですね、えーまあ、セクシー田中さんという漫画を原作にしたドラマというのがですね、日本テレビで放送されていたようなんですが、まあ、それがですね、原作者の、まあ、意図と反する形で、まあ、ドラマが進行していたと。 えー、まあ原作のこの足原さんは、あこの漫画に忠実にドラマをお作ってほしいというふうに、まあ最初から要望していたようなんですがあ、まあそれも日本テレビもですね、了承したはずなんですけど、実際のドラマでは、あちょこちょこですね、まあそういう,う違う部分があったということでですね、まあその辺の行き違いで、えー、まあそれを苦にして結局う足原さんがですね、えー、まあ自ら命を絶ってしまったというのが、まあことの定義です。 まあこれねちょっと私の意見はですねその世間の反応とちょっと違うかもしれないんですけど何でなくなっちゃったんですかねいやそこがよく分かんないんですよね。 あのー、ま、あ私もね、その、クリエイターというのをですね、やっていた頃もあるんで、その、自分が手がけた作品が、なんか、こう、他人によって、こう、意図しないものに、こう、ね、こう、作られてしまうみたいなのはですね、まあ、経験あるし、ちょっとそんなね、まあ、あ面白い、えー、思うとですね、まあ100、100%思うことでもないと、いうのはわかるんですけど、まあ、それにしたってね、でなくなんなくてもいいんじゃないかと思うんですよね。 不満があったら戦えばよかったし、まあ本当に嫌だったら、ああ、もう日本テレビ相手にね、そのまあもうドラマーか、もう今すぐやめろとかですね、ええー、まあ訴訟を起こすとかですね、まあ途中でそういうドラマを中止とかになったらですね、その莫大な、なんか、えー、この契約金みたいに、契約金違反みたいなのをですね、こう払わされる必要もあるかもしんないんですけれども、まあちょっといろんな選択肢あったなと思う中で、こう、なんでね、こう、うん、なんか唯一、 うん、なんか、この状況が良くならない、その手段を選んだなという感じでね、も、ま、う、あ、なくなるほど、まあ本人からすればですね、その、まあ人生かけて、えー、手掛けてきた作品、作品なのかもしれないんですけど、で、まあちょっとでもね、こう変えられるのは嫌だというのもまあ理解できるんですけど、まあ、なくなるのはちょっと、 正直やりすぎじゃないかなと思いますね。この件に関してはですね、まあ原作の、原作者のその意図に反して、まあドラマを作成していたっつうことなんで、まあ日本テレビが責められるべきだと思うんですけど、最後ね、その、原作者の方が亡くなってしまったっつうのはね、ちょっと日本テレビにもね、 うーんまあちょっとその、そこまで行くとは思わなかったっていう感じでね、ちょっと同情の余地が出てきてしまうなという感じですね。堂々と戦ってですね、えー、勝利をもぎ取ればよかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい。えー、まあ世間的にはですね、この漫画家あーの方がかわいそうで日テレはあーもう許すまじと、もう今年の24時間テレビで募金なんてするものかと、もともとしてなかった人たちが言ってると思うんですけども、はい。えー、まあそういう声があー多いという感じですかね。 はい。で、えーまあ、詳細な記事というのをです、ね、こう見ていきたいと思いますが、はい、えー。栃木県内で死亡していたと。自宅から見つかった一緒には失踪理由が書かれていたことが分かった。短い文章で綴られていて、警察は自殺を図ったと見られているということですね。 はい。足原さんは、その、まあ、あ知人、職場関係者と知人が、まず行方不明届を提出した。これが28日の午後4時。で、その3時間前の同一1時頃 SN、SNS で攻撃したかったわけじゃなくて、ごめんなさいと投稿していたと。まあ、本人の中でも結構葛藤があったんでしょうね。 えー、行方不明届を受理した警視庁は、足原さんが栃木県に向かったとの情報を得て、栃木県警と連携して捜索。翌29日、えー、日光市のダムで死亡しているのを見つけた、えー。近くから身分証が発見され、親族が本人のものだと認識したと。えー、まあ、ダムで、えー、亡くなられたということですかね。 田中さんのドラマ化にあたって、芦原さんに、えー、相当な辛労があったと、大手出版社の関係者は指摘する。えー、まあちなみに、このセクシー田中さんというのはですね、その、まあ、大筋のまあ筋書きは、あ会社にいる、まあ、アラフォーの地味なえ社員の人が、あまあ、実はですね、セクシーダンサーだったというですね、えー、まあ、設定で進行する話のようなんですけども。はい えー、アシャーさんは26日 SNS とブログに公表した長文のコメントで必ず漫画に忠実になどとするドラマ化の条件が保護にされたと主張と。まあ、これはね、えー、まあ、日テレ側に非があるというふうに思いますけどね。まあ、こういうね、その原作があってね、そのドラマになったり映画になったりアニメになったりっていうのはね、結構闇はあると思うんですよね。もう前から言われてると思うんですけど、もうここはですね、今後ちょっと、まああ、手を入れられ、 えー、入れなななないいいととんじゃないかなと思いますね。まあ、簡単に言うとですね、その原作者にその対価があんまり支払われないんですよね、まずね。はい、もう非常に安い、えーそのなんか、例えば映画とかでもですね、こうメガヒットとかしてですね、興、ま、行、あ、収入がですねこう、億以上ということになっても、原作者に支払われるお金は数十万とかね。もうちょっと信じらんない話なんですよね。 えー、だから、印税みたいにですね、そのー、まあね、テンパーは多すぎかもしれませんけど、まあ、それでもですね、<laughs> えー、まあ、それぐらいもらう権利あるわけですよ。だから、原作がないと、その、あ、その映画とかアニメとかもなかったわけなんで、その原作者にね、もっとその利益の半分くらいね、<laughs> テンパーどころかそれぐらい払っても、私はおかしくはないと思うんですよね。はい。なんですけど、こういうね、その、なんか、あー、 映画とかそういうメディアが変わるとですね、その映画とかそのドラマ側のその権利というのが結構強く発生してですね、なんか場合によってはですね、その映画側からするとですね、もう俺たちは映画作れりゃ何だっていいんだと。 で、原作者は、あねその、わざわざその原作として選んでやってんだからですね、しゃしゃり出てくんなと俺らの方が立ち上なんだみたいにですね、ちょっと一般の人からすると理解しがたいような心境でですね、えー、そういうのを作品を制作したりするみたいなんですよ。まあこれテレビの制作者もですね、 似たようなところあるんじゃないかと思いますね。視聴者に見てもらって成立してる、えー、メディアのくせにですね。こう、なんかあ、取材と称してですね。なんか、一般の、まあ、お店とかに偉そうに、えー、取材に行くとかですね。<laughs> えー、まあ、そういうのがね、こう、結構勘違いしてる、その業界の人間みたいなのがですね、多々見受けられるんですけど、まあ、そういうのがね、こう、今もね、も数多く残ってるのがね、この業界。まず、原作者に対する報酬っていうのが、 えー、ちょっと、少なすぎるというところはあると思いますね。まあ、そんで、あとはその、内容の改変ですよね。まあ、これはその、原作者の意向にね、沿って、こう、いろいろあると思いますんで、もう本当に忠実にしてくれとかですね。あとは、まあ、もうある程度、こう、筋をお、キャラの設定とか守れば、まあ、自由に作品作ってくれとかですね。ストーリー作ってくれとか。えー、まあ、なのでですね、まあ、この原作、今回のセクシー田中さんの原作者の場合は忠実にということですけど、 まあ過去をさこ、遡ればですね、まあ有名なとこだと、ドラゴンボールね、ドラゴンボールが漫画からアニメになりましたけど、まあアニメのドラゴンボールでもね、え漫画ではあ決してなかったですね、悟空とピッコロが、あ運転免許証を,を取りに、教習所に行くっていう会がありましたから、 はいえー、なんで飛べるのにそんなのいるんだっつうですね。えーまあ、それもなんかね、アニメがこう、原作の漫画に追いついてしまってね <laughs>、えー、続きをやるわけにいかなかったみたいなところがあるみたいなんですが、まあそういうね、その,その映画とかは完全オリジナルストーリーだし、えー、まあなんでですね、その、まあね、その、忠実かどうかっつうのはですね、まあ結構、えー、あやふやなところがあったりするんですけども、 まあ、ちょっとね、それを、それを苦にして、まあ、忠実じゃないからっていうので、その、日テレに文句言ったやつの大いにね、こう、最初にこう話をしていたんだから、えー、大いにね、こう、文句言うなり、訴訟を起こすなりですね、こう、声を上げてよかったと思うんですけど、ちょっとね、その、亡くなるっていうのがね、うん、果たしてそれでよかったのかっていう感じですね。まあ、今回これでセクシー田中さん,うんという漫画は、打ち切りになるということなんで、 はい。まあ、場合によってはね、その、クレヨンしんちゃんとかですね、あと、ゴルゴ13とかですね、えー、もう本当に人気作品になるとね、残ったスタッフがですね、こう、続きを書いていくというパターンもあるんですけども、まあ、今回はですね、原作者がなくなってしまったということで、まあ、作品もここで終了ということで、まあ、作品のファンからすると最悪の結果ですよね。まあ、これからドラマ化になって、漫画もね、こう、人気になってですね、えー、もしかしたら映画化もあるかもしれないみたいにね、ファンは盛り上がってたかもしれませんが、 まあちょっとお残念な結果になってしまったんじゃないかと、はい、いうふうに思います。えー、はい。で、1から7まで大きく改変されて客を受け取るたびに過失、修正を繰り返し、ドラム化を今からでも辞めたいぐらいと訴えていたという、この関係者は当時の芦原さんについて、疲れているようでしたと振り返った。えー、まあね、こういうね、その、まあ、 テレビ側のね、そのなんかゴリ押しですね。なんか最初に改変しないって言っといて、まあ始めたら、あドラマ制作が始まったらですね、まあ、あこっちの、まあやりたいようにやればね、向こうもなし崩しでね、こう、納得するからみたいなふうにですね、まあ今までの監修でやってたと思うんですよ。だからそういうテレビ側の姿勢は大いにね、こう、批判されるべきとは思いますけどね。 はい。できれば生きて戦ってもらいたかったなと。戦っていればね、この問題に大きく風穴開けれたかもしれませんので。まあ、今後、まあ、原作者が、まあ、亡くなってしまったっていう、やっぱりそのインパクトはあるので、えー、今後もですね、その、この問題がね、こう大きく、まあ、あ手こ手れされるかもしれませんけどね。はい。まあ、私も亡くなった人はあまり悪くは言いたくないんですけれども、まあ、ちょっと生きて戦ってほしかったなというところは、まあ、正直思いますね。 ドラムオリジナルの物語となって8から10話でも変わらず、えー、ドラムオリジナルの物語なのじゃあもうしょうがないんじゃないかって感じしますけどね。特に9話と最終話の10話は漫画の連載と締め切りと重なる中、経験のない脚本の執筆に臨んだ漫画家のアシスタント経験がある出版関係者は、 本業の連載締め切りに追われる中で脚本にまで没頭しなければならず、心身ともに負担は大きかったはず。彼女が自分からやったこととはいえ、そうしなければならない状況に追い込まれたことが問題だったのではないでしょうかと思い巡らせたと。まあ、日テレ側にね、こう、大きなあ、大きくですね、まあ、批判されるところあるのは私も同意しますけども、うーん、なくならないでほしかったなというところが正直なところですね。 はい。えー、ね、何だったらもう、このセクシー田中のこの人が多分主役なんですけど、もう三浦瑠璃にしてやればよかったんじゃないかと思いますが、あまあ今となってはちょっと後の松井となってしまいました。で、この記事でですね、もう一個気になるんですけど、えー、主人公の母親がセクシー田中さん、原作者の不合と重なる過去作品の主人公の落とした鍵ということで、この件についてですね、結構ですね、この、 主演を演じたこの木並春香さんという人。まあ、この人がですね、結構顔写真上げられてですね、なんかまるでこの人がですね、その脚本をね、えー、原作者に断らずに改変した超本人みたいな風にですね、なんかそう勘違いされるんじゃないかっていうぐらいこの人が結構表に出てくるんですけど、いや、この人脚本も受け取って演じてただけですからね、もうなんだったら被害者だと思いますよ、この人も。 えー、一生懸命猫、ね、こ演技に臨んでた、あね、ドラマがこういうことになってしまったと、えいうことでですねも、もう完全にこの人被害者側の立場だと思うんですけど、この人が脚本家に口出してですね、もうもっとこの漫画のこの部分もっと変えちゃうとか言ってたんだったの話は別ですけど、多分そんなことしてないんで、ちょっとね、まあ、それも、この報じ方もどうなんだっていう感じですね。はい。 えーまあ、そういう感じでですね、ちょっと今回のこの件についてはね、まあ、原作者が亡くなってしまったということで残念な点が大きいんですけれども、いろいろ不可思議な点もですね、えー、あるなというところが正直なところですかね。はい。えー、で、えーまあ、ちなみにこういうですね、先ほども触れましたが、その原作からですね、その、まあ、アニメになったりドラマになったり映画になったりっていう時に変わるっていうのはですね、結構よくある話なんですよね。 まあ、それが、だからいいんだとは私も言わないんですけど、原作者が嫌だっつうんだったら、それはもう従いよっつう、ええー、一言で終わるんですけども。 はい、えー、まあ、過去にもですね、その、デスノートとかですね、はい、勇敢クラブとかですね、そういう、えー、ことで、まあ、話題になったこともあったということですね。ちなみにデスノートは原作に忠実にテニスをしたところ映画ファンに叩かれた模様ということで、原作に忠実にしたら下で叩かれる時もあるということでね、えー、どなねんな非正中年というところはあるんですけども、はい。 まあそうですね。その、もう少し原作者の人もまあ寛容になってもよかったんじゃないのかなと。このドラマがね、こうヒットすれば、まあドラマになっただけでもですね、かなり知名度が広がりますから、まあ本人作者的にもですね、その漫画の売り上げ的に、えー、利益もあったんじゃないかと思うんですけども、 はい、ええー、まあね、えー、そういうのは、まあ嫌だったと。まあそれはね、その原作者の意向なんで、まあ、えー、その人がそうであれば、もう従うべきな話なんですけども、まあちょっとね、その、最悪な、ああ、終わり方になってしまったなというところでですね、はい、ちょっと残念なところあるなという感じです。で、この件について、ええー、まあ,あ、いろんな人もですね、コメントを残してですね、 はい。まずこれ、百田直樹氏ですね。えー、まあ、百田直樹氏、えー、今はね、YouTube でですね、なんかこう、いろいろ喋ったりしてますが、あまあ、その前は、小説家だったということでですね。はい。まあ、同じクリエイターとして、創作者として複雑な気持ちというふうに言ってますね。はい。永遠のゼロ、映像化を二度断ったこともあるということでですね。 はい、えー。私の場合はあ、気に入らなければ、えー、絶対に映画かドラマかは了承しない。例えば A のゼロはその理由で過去に2度映像化を断ってきたと代表作の実写化の背景を明かしたということで、 まあこれね、その、本人がね、その気に入らないからダメだっつって、えー、そのもう、そのメディア化がダメという場合もあるんですけど、出版社とかですね、その編集者とかがですね、勝手に OK 出してですね、まあ、原作者が知らないうちに、えー、なんかそういう風になってるということもあるんですよね。まあだからそういう時はですね、その原作者の意向があまり強く反映されないっていうのもあって、まあその辺もね、もともと作ったの俺だろう、私だろっていうことでですね、勝手に話が進んでいくのは 面白くないというのも、まあ、あるというふうに思いますが。 本当の理由は本人しかわかんないが、もしテレビ局に原作を歪められたのが影響してるとすれば創作者として複雑な気持ちになると言及と。まあ、百田氏の場合は、あまあ自分が気に入らなかったら了承しないということなんで、まあ今回はその原作者がそういったね、えー、もう改変するなという話なのに改変されてしまったということで、まあ不満があったということなんでね。はい。えー、まあ同じ創作者としてクリエイターとしてですね、 複雑なな気持ちになると言ってます。えー、原作を手渡す場合原作者に、ね、は2通りの対応があるとし1つは絶対に妥協しないことこの時は1ミリでも気に入らないと了承しちゃならないもう1つは好きにやってくれやと丸投げすること一番ダメなのは中途半端に妥協することこれをやると後々もメルシュ後悔することになると持論を展開したということではいまあもしかしたら今回のねセクシー田中の原作者はですね えー、そもそも、ドラマ化というのに乗り気でなかった可能性もありますんで、まあ、ちょっとその辺はですね、もう本人がね、えー、亡くなられてしまったんで分からないところあるんですが、はい、えー、同じ創作者としてこのような意見を述べているという感じですね。で、一方でですね、これ橋本徹ですね。 はい、えー。橋本徹も、まあ,あ、未だにテレビのコメンテーターというのをですね、こう、イケシャーシャーとやってですね、えー、そんなことしてる暇あったら万博の工事にお前も手伝いに行ってこいやと、と思うわけなんですけれども、えー、どうのね、えー、どう、どうでも少しでもですね、どっかから調達してこいという感じなんですが、えー、セクシー田中さんめぐる一番の問題は小学館日テレとのやりとりを説明すべきということで、 えー、まあ、これね、えー、その、小学館というのが、あ、あャ原さんの、まあ、あ、書いてる漫画を出版してるところなんで、まあ、当然ですね、その、ドラマ化、あ、ということになれば、小学館も、お、話が、小学校に、小学館に話が行くということになりますね。 まあ、なので、その、足原さんの利益を考えて日程と交渉したのかどうかと、足原さんの意向が100%、えー、反映される形で日程と契約したのか交渉したのかというところをですね、えー、まあ、追求しているという感じでね。まあ、それはね、確かにそうなんですよ。だから今後はですね、そういうことをしっかりね、その原作者の権利というのをですね、しっかり、 あのー、作った方がいいと思いますよ。だから松本人志の件でですね、そのなんか、えー、名誉毀損の損害賠償額が小さいというのもね、こう問題になってるんですけど、こういうね、そのメディア化の時にですね、原作者の権利、えー、そして報酬が著しく小さいっていうのはね、えー、その映画化、映画化とかドラマとかいくらヒットしてもね、えー、原作者、その本業の漫画で利益上げてくれみたいな感じなのはですね、かなりおかしいんじゃないかと思いますんで、そもそも、その、 その作品がないとね、その映画もドラマもアニメもなかっただろうって話ですからね。その原作にぶら下がっていろんなやつが仕事してるだけのくせにですね。なんでそのね、ぶら下がってる大元の人がね、こう、潤わないんだって話で、これは大きくおかしいと思いますんで。まあ、弁護士的な視点からもですね。 えー、今後はそういうね、原作者とメディア化の力関係みたいなのもですね、まあ見直されるべきだというふうに言ってね、まあこれはこれで、まあ,あ正論だというふうに思いますが、はい、えー、まあね、今回はや,やはりその原作者が亡くなってしまったというのは結構大きいね、ところなわけなんで、えー、まあ,あ、作品のファンも悲しむんでね、はい、まあ二度とこういうことがないようにですね、そのしっかりね、 まあ、始まる前に、その契約を交わして、その契約をメディア制作側は遵守するというのをですね、まあ、徹底していかないといけないんだろうな、というふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。